チチャンネルちょっ木曜日ですそうチェックはいということで今週も2本立てというねところで行きましょうまずはパ・リーグからねソフトバンク対ロッテ2位3位の、えー、2位争い5日1対7でロッテそして6日3対0でソフトバンク今現状1勝1敗のことそして今日東山とメルセデスの投げ合いというところで現状1勝1敗ゲーム差3というところで今日ソフトバンクが勝てばゲーム差が2ロッテが勝てば4 多分これ今日ロッテが勝てばよっぽどのことがない限り2位はロッテがこの4ゲーム差は確定しちゃうんじゃないのかなとだからソフトバンクは今日何としてでも勝たなきゃいけないっていう中でね コルニセン振り返っていくと、やっぱりロッテはね、オギノが復帰というところで、やっぱオギノの復帰はね、かなりロッテにとっては大きかった。ね。えー、の、この、えー、5日の試合もね、1アンダーっていうところはあるけども、やっぱ1番に入ってることによってね、打線の周りがしっかりしてくるんじゃないのかなっていうところで、初回ね、そのいきなりオギノがライト前ヒット。で、オフジョーがフォアボール。で、ノーアウト1、2塁から、えー、中村がセンターフライ。ポランコフォアボールっていうところで、やっぱり最近のね、ポランコがよく打つっていうところで、ここは警戒。で、角中がガフライ。で、山口ね、 え、フォアボール。ま、あここ1失点っていうね、ソードバンクは。だから、ロッテはね、1得点ドバイだけども、ソードバンク先発、スチュワートジュニアはね、4回999、九六ンダ三33五5死三3失点。で、ロッテ先発、大島ね、7回112九4アンダ三73進、2四球無失点っていうところで、スチュワートジュニアにね、やっぱ請球が定まらなかった。いきなり初回3四球だからね。そういったところで、ま、ロッテは1点しか取れなかったんだけど、ここもうちょっとね、序盤パンパンパンでいけばもっと楽な展開になってきたけどね、序盤からね。 っていうところで、もう全部変化球もね、ストレートも甘めに入って、まあそこを通打されたっていうところで、まあ4回にはね、F ジオカが2年ぶりのホームラン。ツーランホームランで3対0。で5回に、えピッチャーね、スチアートからタオルに変わって、先頭山口がホームランっていうところで、まあ4対0。ほぼほぼここでね、試合決まったかなと。で8回でもね、え岡野内安打、えピッチャー岡田のね、悪送球パッと。 で、その後、中村のタイムリー、ね、えー、9回にも安田のキスでフライっていうところで、しっかりね、えー、7対0。まあ、チャンスをね、えー、着実にも物にしたなっていうところで、まあ、ソートバンクはね、9回裏に今宮のセカンドこロでね、えー、1点取るけども、7対1。まあ、完敗っていうところで、まあ、ね、あのー、お島はね、 まず、右も左もしっかりインコースにストレートを投げ切れたっていうところがね、非常に良かったんじゃないのかなと。しかもストレートのね、えー、キレ切れも良かったしね。で、まあ序盤にね、えー、しっかり点を取ってくれて、まあ本当はもっと序盤にね、結構点取れたんじゃないのかなっていうところもあるけども、まあね、しっかりおじまを踏ん張ったっていうところで非常にね、クピチだったと思います。ね。続いて、えー、6日の試合っていうところで3対0でね、2ソートバンク。こちらね、完勝っていうところで、ソートバンク先発ね、えー、有原。 8回105球、4番の53チ、1セットボール無失点っていうところで非常にクッピーチクね。右バッターにはホーク、そしてスライダーっていうところで。左バッターにはチェンジアップ、そしてカットっていうね。これ右左で配球を使い分けながらしっかり攻めれたっていうところと、まあ結構ね、ナックルカーも含めてツーシーム、いろんな変化球を使う。しかしね、メインはカットとチェンジアップ、左は。でえー、右はスライダーとホークっていうところでね、非常に環境を作りながら、まあ左のね、カットも結構ね、甘い球っていうのを あったけども、ま、あそこをね、ロッテ打線がしっかりね、えー、仕留めきれず、えー、打ち損じっていうところもあったし、そこはね、緩急で勝負できたところは、有原にとって大きかったんじゃないでしょうか。で、ロッテまン西野ね、7回88球、七で6三4 2934って、ま、あ最低限のね、仕事はできたけど、ちょっと援護足りずっていうね。で、ここはね、えー、初回、ソートバンクの攻撃ね、えー、ワンアウトからミモリ、三森柳田がね、連続ヒット。で、ワンアウト13塁から、近藤のね、え、ファーストゴロを佐藤がね、フィルダーショイスっていうところで、まあ、あ あれ難しいよ。あれより前に行って取ったら、多分あの取ってから早くのスピードで、多分投げれないと思うんだよね。前に行ってそのまま投げるっていうところで言うとね。だから、正確性取ってから早くって考えると、まあ、あの一歩引いてのとこだろうけど、それだったもんね、間に合わないわけよ。で、しかも初回やろ。初回からそんな、あの、行ってもやらないでみたいな感じじゃなくて、あれしっかりファースト踏んで、初回だからね、ワンナウト取っておけば、ここね、あのー、1失点でね。 えー、済んだんだだよねそれをね、まあ、サルリーランナーのね、三りのスタート、スライディング、もうめちゃくちゃ良かったけども、その間一発っていうところはあったけども、タイミングとしては全然完璧にセーフだったから、そこはもうね、ファーストベースを踏んどけば、そのあと柳橋のな、ね、いレフト前、で今宮の犠牲フライっていうところで2点目を取られるんだけども、1点で収まったわけよ。ねだから あの、取ってから早くの正確性でセーフってことはもう無理なんだから、そういったところはしっかり学習して、ね、しかも序盤、これがね、8回9回だったら勝負した方がいいと思うけどね、その1点差でなってる時にね、まず初回っていうところを考えると、あそこはね、ファーストをしっかり踏むっていうね、ー、ところの方が必然性は高かったんじゃないのかなと思います。そしてね、2点先生しながら5回ぐらいにはね、8番の井上はね、一軍昇格発案だ。井上、頑張って。 ね、ここからどこまで頑張れるか、ね、サードとしての期待が、ね、大きいだけにね、まあ、この試合は、ね、ファーストだったけども、ねえー、いずれは、ね、サードっていうところで、ね、出ていきたいっていうところはあるだろうし、そういったところでチームは取ってるんじゃないのかなと思うけどもね。で、甲が送りバント決めて、1番シュートが、ね、センタータイムリーヒットで3点目、この、ね、3点目の中足としては非常に大きかったかなと。 で、ロッテはね、まあ、4アンダーっていうところで、ほぼチャンスなかったからね、まあ、完敗かなと。でまあ一勝一敗。初戦ね、えー、ロッテが干渉。えー、2戦目はソフトバンクが完封勝利っていうところでね、どちらのいいところも出ながらね、で、ここでメルセウス、東浜のピッチング。まあ、東浜が前半どこまで粘れるかがね、勝負だね。まあ、前回メルセウスもね、バタバタしたけど、そこ、そこそこは試合作るからね、そういったところでは、ま、あ4回ぐらいまで、 え、東山がね、え、どこまでしっかりね、え、粘れるかっていうところがポイントになってくるんじゃないでしょうか。現状1、一、勝一敗の5分。ゲーム差3ゲーム。今日の試合、どっちが勝つのか。今年の運命が決まります。続いて、オリックス対セ武。ブ。5日、0対3でセ武、そして、6日、3対4でセ武というところで。で、今日ね、オリックス対セ武は試合がないので、2勝0敗でセ武の勝ち越し。ね。オリックス2連敗。だけども、マジックが1エール。ね。ロッテが負けたんで。 まずはね、0対3で西部というところで、ね、西セ先発ね、松本、ね、6回111球、2安打3三振、3死球無失点と、まあ、勝ち星ね、つかなかったけども、ね、めちゃくちゃいいピッチング、ね、しかもね、前回もね、8回ね、2失点っていうところでね、 負け投手になって、で、その前もね、6回2失点ね、そこは勝ち投手。まあ、ここ最近ね、ずっといいピッチングしてる。この8月ね、夏休み入ってからのね、まあ、1回ね、7月9日に3回ね、七、えー、7失点っていうところで炎上して、登録抹消されてで、8月12日から帰ってきて中でね、1失点,失点、2失点、2失点、無失点っていうところで非常にね、長いイニングも投げて、しかも球数も少なく、 いいピッチングで今日もね、この5日の試合もめちゃくちゃいいピッチングしてたけども、も勝ち星つかずっていうところでは、ちょっとね、運恵まれてないなっていうね、えー、ところはあるけども、で、オリックス先発、ソタリね、5回67球、1安ンダ5三振、1失点、こっちはソタリもね、グッピッチ松本もグッピッチっていうところでね、まあ、ゆったりしたフォームの中ね、ね腕がしなるように、腕だけしっかり振れるっていうところでは、非常にね、えー、いいピッチング、まあ田島によくね、似てるけど、田島よりもそんな暴れない。 感じがするけどね、まあ、非常にいい形で、ね、成長しているというのもあるので、まあ、今年1年というよりも来年以降もね非常に楽しみなピッチングというところもね、えー、見れたしね、ねいい感じの、えー、投手になっていくんじゃないでしょうか、怪我だけには気をつけて、ね、でその中でねお互い、えー、7回までは、ね、無失点でい、えー、きながらね8回の表ね、ねワンアウトから源ダの,ゲンダの、ね、サードゴロ、胸が、ね、ファンブレーラーパッと。ねでペイトン三振 ペイトのレフトドライン取るけれども、ヒルマがね、レフトへ先制タイムリーツーベース、その後渡辺のね、ツーランホームラン、渡辺行くこの若い二人がね、ヒルマ、渡辺のね、未来を担うね、えー、若い二人がクリーンナップでね、えー、先制タイムリー、そして、えー、ツーランホームランっていうところで一気に3点ね。で、そっから、試合はね、ぐっと引き締まりながら、9回はね、もう最近クリスキーが投げて、まあ、クリスキーもね、 しっかり抑えて、まあ、ここからの終盤、ちょっとクリスキーが抑えになっていくのかなっていうね感じもあるけども、まあ、3対0、まあ、お互い、ね、ヒット5本ずつしか打ってないというところで、西武は、ね、このねビッグイニングをねチャンスを、ね、エラーからねしっかりものにしたっていうところは非常に大きかったんじゃないでしょうか、逆にオリックスとしてはねエラーからっていうところはねちょっと防いできた、ね、しかもホットモっトだけど本拠地、ン、ねえー、本拠地かな。 で、続いてね、え、の試合、え、6日の試合、試合4対3でセーブというところで、オリックスはね、先発黒木、3回64球、3安打2三振、2 9 1失点と、前回ね、ワゲスパックがね、ちょっと炎上して、ワゲスパックの後引き継いでね、非常にいいピッチングしたっていうところで、まあね、次先発のチャンスあるんじゃないのかなっていうところでね、まあこの日の先発のチャンス、まあ、3回1失点っていうところではね、まあまあ最低限かな、まあ、ショートリリーフっていう感じかな。その中でね、セーブは3回、下位打線から、高果がね、ツーベース。で、西川が送りバンドを決めて、ゲン代フォアボール。 外崎が、ね、ライトへタイムリーツーベースっていうところでね、1点先制、その後とワンアウト2、3塁からヒルマ、ね、ル間のセカンドゴロ、三塁ランナー源田がアウトになるんだけど、も、ここもう1点、ね、西武としては行きたかったね。えでも、4回にはね、中村のホームラン、5回にはワンアウト2、3塁から渡辺のね内野ゴロの間に1点上げるっていうところで着実にね、前イニング得点を取って、8回にはね、中村が2試合連続ホームラン、40歳以上の2試合連続ホームランというところで、変わらないね、元気だね。 で、まあ、4対0ね。で、でも、オリックスはね、8回の裏、ピッチャーね、今井、この日ね、セーブ。7回3分の1、1 3十4四で9三振、4四球、2デッドボール、あ3失点っていうところで、まあ、6四四球ね、与えたんだけども、まあ、めちゃくちゃいいピッチングしてたのね、低めの変化球っていうところも良かったし、ストレートも力強かったし、まあ、その中でね、8回いきなりね、あの、乱れるっていうところで、一気にね、 え4四四球で押し出し。ね、6四四球の中で4四四球。これ8回だからね。で押し出し。で、ワンアウト満塁の中で、トングーのね、セカンドライダー。これね、オリックスいたかった。これ間抜けてればね、えー、いい感じでね、ひょっとしたら逆転もあったかもわかんないけどね。で、その後ね、胸のサーところ佐藤がね、効一っていうところでね、あの、一気に4対3になって、ノーヒットで3点取られてるからね、セーブとしては。まあ、ここら辺ね、しっかりね。 あのやりたかったっていうところもあるけども、まあね、序盤の4点差っていうところは非常に大きかったのとオリックスはね全体で4安打っていうところでほぼねチャンスなくここね相手のミスで掴んだチャンスだったけども、まあ、1点及ばずっていうところでね西武の2連勝っていうね形になったけどもねここでよ、ね、オリックスに連敗大丈夫なのかもうねこれ完全ねローテーション変化させて、ね、このあの今日、試合ないわけ今日ソフトバンクとロッテ戦しか試合ないからねパ・リーグは。その中でよ、ね、金土日が ロッテ対オリックスなんだよそこに宮城山本まあ東なのか山崎幸也なのかわかんないけどもこれを当てていくのよ多分金曜日でもね金曜日がねちょっと東京台風を来ててね多分ほぼ中止ちゃうかっていうね試合金曜日のそしたらもう土日ってなって宮城山本で行くわけよで今マジック15でしょこう2連勝したら一気にマジック11になるから、まあ、西武戦は負けてもいいと勝ったらラッキーやとね このロッテ戦にピッチャーを置いとくぞっていうね。で、その中でロッテはね、一回負けてるわけ。でもし今日も負けたら2位減るわけでしょ。俺らが負けてもロッテも負けるやろっていうところでね、このしっかりこの週末にね、ピッチャーを当ててロッテ戦ね、行こうっていうこの中地マジック再配。これがね、騎士と出るか京都出るか。まあロッテはね、スーパー逆転。まあほぼほぼきついけどね、スーパー逆転に行くにはもうそこを撃破してね。 流れでもね、ロッテは今日の試合ね、勝てるかどうか、勝負だけども、このオリックスね、まあ、ちょっと台風がね、どうなる、たぶん金曜日は直撃しそうだから、中止になるんじゃないのかな、どうなんだろう、早さにもよるね、早く、ナイターだからね、早くすぎるっていうところもあるからね、そこら辺分かんないけども、ピッチャーをそこに組み込んでくるっていうところではね、もうここで一気にロッテをね、下手したら3連勝でね、あのー、潰して、一気に6減らして、もうね、すっと優勝いこうっていうところの中島ジック采配が。 ちょっと見えたね、ローテーションだなっていうね、えー、ところがあります。でもセーブはね、ここでねそういうと、そういうね、勝てるチャンスでしっかり勝つのもね、大事だし来年に向けてはね、広間も渡辺もねいい形で頑張ってるっていうところではね非常にいい戦いもできてるんでね、えー、なかなかね、西武の連勝は良かったんじゃないでしょうか。うねまあ、結果ね、2勝、礼敗で西武の ちちでしでたそして楽天対日本ハムっていうところでね、えー、楽天モバイル仙台ねあの2試合連続あの試合中止っていうね、えー、ところで楽天はね10連戦になるっていうところでまあちょっと日程厳しくなるけどもまあ仕方ないねでもまたこれがね台風来てるからねこの週末もね,ね仙台どうなるのかっていうところもあるけども仙台は次は試合はない。 楽天はペーペー行くからね、試合中止はないなっていうね、ところでね、えー、中止なんでね、えー、評価はありませんけども、楽天もね、えー、3位、ソフトバンクにね、現状2ゲーム差だからね、まだ全然、あ次のカード、楽天対ソフトバンク、これ、楽天がね、3連勝したら3位だしね、2勝1敗なら1ゲーム差、だから、トートバンクは最低でも1回勝たなきゃいけないね。 ま、ここでソフトバンクが3連勝したらもう一気にね、A クラス B クラスは決まりそうだなっていうところもあるけども、この週末のね、ソフトバンク楽天戦はかなりね、注目の一戦になりました。ね。ということで、パリーグはここまでです。続いてセリーグ。広島対 DNA、2位3位対決。DNA はここで一気に2位のね、チャンスも伺いたいっていうね。えー、ところで、いつか6対5で広島。そして、六6日4対3で広島。現状、広島の2勝、2回連続、さよなら勝ちっていうね、 えー、ところで,で今日は、ねえー、遠藤、東の先、ね、発、えー、ていう、ねえー、ところになりますけども、ねえー、5日の試合、d n a 先発、坂本、ね、バウアーが、ね、ちょっと痛みた、股関節、ね、痛みたというところでチャンスが回ってきた中で4回57球、5安打に、えー、三振0、2四球、2失点まあ、最低限なんって感じだね、まあ、よくもないし悪くもないみたいな、陸上先発、森6回79、3安4三振、19、1失点と。 森はね、いい形でね、抑えれたなっていうところでね、まあ、前回3失点したっていうところでね、ヤクルト戦、まあ、そこをね、しっかり修正したかなっていうね、えー、ところは、えー、あります。その中でね、えー、d a ではね、4回、ツーアウトからね、牧のホームランで1点先制。配ってッティンいいね、調子、上々だね。で、その中で、広島はね、4回の裏、ね、先頭ことのセンター前ヒット。で、盗塁成功して、で、菊池フォアボール、デビッドソンフォアボール。ここが坂本ね、 このフォアボール、フォアボールがね、痛かったね。で、ノーアウト満塁から、澤倉がレフト前タイムリーヒット。で、ノーアウト満塁から、マクルブ、マクブルームのね、サードゴロの間に1点上げて、で、ワンアウト1、3塁になって、スエーカね、ここでね、犠牲フライでもう1点取れてたらっていうところで、まあ、ダブルブレーだってね、まあ、2点止まり。でもしっかり逆転。で、5回ぐらいにね、えピッチャー田中に変わって、坂本から。えー、森がね、レフト前ヒット。ピッチャー森。ね。でドね。で、堂ライト前。で、野間がね、セーフーバンド、これ、いいバンドだったけどね。で、えー、ノーアウト満塁になってね。 で、小園がね、えー、ピッチャー頃でアウトになって、で、ワンアウト満塁からね、菊池がセンターへタイムリーヒットっていうところでね、しっかり4対1。ま、あこのままの流れでね、行くかなって思ったけどね、8回、もうね、勝利の方程式入ってるわけ。大道、島内って来てね。で、8回、島内、先頭山とセンター前。山本アウトになるけども、代打藤田がね、レフト前ヒット。藤田、グバッバティン。元気だね。ナイス。ね。で、えー 関根がアウトになるけども、ツーアウト一塁からね、えど、ー、真ん中のストレート、ま、あ力勝負っていうところでね、いくわ原が力負けしないで、左中間へね、同点スリーランホームランね。で、9回表にも、えー、ピッチャー矢崎に代わってね、先頭牧がレフト前ヒット。で、宮崎のピッチャーゴロ、マクブルーム、普通に取ってアウト。バッで、ノーアウト一塁になって、大田芝が残りバントを決めて、で、マトを敬遠して満塁策。で、ワンアウト満塁から、敬遠策で満塁にしたのに、山本押し出しで1点、勝ち越し。 で、ここで代打ね、くすもここでもう一点欲しかったね、DNA は。で、ショートフライ、関根がね、えー、キャッチャーファールフライで。まあ、でも一点取ってね、これもね、試合がね、えー、終わるかなと思ったところでね、えー、9回、えー、森原がマウンドに上がって、先頭代打の松山ね、センター前ヒット。で、ここで矢野がね、送りバンドをしっかり決めて、で、えー、ドバイシがアウトになるけども、ね、ツーアウト3人から、野間がね、えー、セカンドやタイムリーで選んだ。まあ、あれはね、無理だね。よく止めたね、巻っていうところもあるけどもね。で、同点。 で、10回裏にはね、えー、ピッチャー山崎康明、ツーアウトから、その矢野に連続フォアボール、パッて、曽根、ね、矢野に連続フォアボールはあかんて。で、ワンアウト一流になって、堂しがセンターのサルダマヒットっていうところで、広島のね、勝負強さっていうところは出たけども、DNA はもったいない敗戦だね、このフォアボールっていうところもあるしね、まあでもよく追いついたっていうところはあるけどもね、結構広島がね、押してたからね、でもしっかりね、広島は勝って、ね、えー ついてのね、えー、6日の試合、ね、えー、4対3で広島っていうところでね、えー、この日も、えー、DNA 先発、今永ね、5回3分の2、122球、10安打13試合、九9 3失点。ここで DNA は絶対勝ち方ったところだけどね、今永を当ててね、えー、広島先発、大瀬良、えー、5回89、5安打13試二291デッドボール3七点っていうところでね、えー、DNA はね、えー、初回、えー、2アウトからね、佐野がホームラン、って、いい形で先制して、で、2回の表にもね、先頭宮崎が2ベース、ね、 ツ、えーアウト、一、三塁ね、ツーアウト、三塁から強打を歩かして、ピッチャー、今永勝負でツーアウト、一、三塁、なんと今永がライトタイムリーツーベースで、えー、1点追加で今中、今永、くっばって、自分で点取るぜっていうね、で5回にはね、先頭、今永がライトでスリーベース打って、蛯名、デッドボール、でワンアウト、でノーアウト、一、三塁から、桑原がね、犠牲フライで1点追加で、3対0っていうね、だから大瀬良も、今永抑えよ、ちゃんと、ね、そこに全部やられてる、今永に。 で、このままね、この日は DNA 行くかなって思ったら、6回ぐらいにね、えー、先頭坂倉がセンター前。正いのアウトになるけども、マクブルームもセンター前。で、えー、矢野が三振して、ツーアウト一塁からね、代打相沢。ね、ここでね、レフトにタイムリーツーベース、三塁戦ね、あの、チェンジアップかフォークね、めちゃくちゃいい球だったけどね、しっかり粘ってね、ヘッドを返して、思いっきりね、引っ張り込んで、ね、このタイムリーね。で、ツーアウト二塁になって、小園がね、えー、同点タイムリースリーベースっていうところでね、同点、一気にね、 これはね、びっくり。しかもね、あの、ピッチャーがね、今中からエスコバーに変わってね、あの、レフト、左中間のね、レフトオーバーね、取るか取らないかっていうところでね、え抜けて同点ね、ここ粘り強い。ね、11回の裏にね、なんと、えー、デビッドソンのねえ、ピッチャー長川から初球ね、サイナルホームランっていうところでデビッドソン、グッパッティングっていうね。で、まあこの試合ね、まああのー、DNA もね、まあエスコバー、伊勢、ウェンデルケン、カビチャタリえ宮城、長川っていうところでね、まあしっかりね、 頑張ったんだけどね。まあ、エスコバはね、まあ、小園に打たれて、まあ、そのね、自、え、責、ー、点はね、今中についたんだけどもね。で、えー、広島のもね、大、えー、セラーの後、アドア、アンドス、アンダーソンね、大道、栗林、矢崎、松田っていうところでね、しっかりリーフが踏ん張って、まあ、まった試合になってね、まあ、広島はね、15アンダー打ってるからね、この4回の2アウト満リディアのが三振だったりとか、ね、あのー、非常に得点するチャンスはあった中でね、 1一本出ずっていうね、えー、ところはあったけども、最後しっかりね、デビッドソンのホームランで、えー、さよならっていうところでは、広島のね、粘り強さ、そして新井ちゃんの喜び方がね、素晴らしかったなっていうところはあるけども、これでね、d n a 対広島のゲーム差がね、6っていうところになったから、まあこれはもうほぼほぼね、2位広島は確定したね、この2連勝で、今日も仮に d n a が勝ってしても5だからね、あと20試合弱で、d n a はあと21試合、で、広島はあと1 0 8試合っていうね、えー、ところで、まあ、なかなかこうゲーム差、覆すのはよっぽどのね、大型連敗というところが上のチームにいないとなかなか厳しいなっていうね、で広島もね、勝ってんだけどね、7.5ゲーム差1位となかなか縮まんないっていうところはね、非常にね、苦しい中だけど、でもカープの試合はね、しっかりできてるっていうところでは、この2試合ね、非常に良かったんじゃないでしょうか、で今日はね、東と遠藤の投げ合い、ここはね、d n a もね、あんまり負けすぎちゃうとね、 下とね、今巨人と2ゲーム差だからね、ちょっと下が近くなってるっていうところでは今日の一戦ね、DNA とっても大事な試合になってくるんじゃないでしょうか。ついで、ヤクルト対巨人。5日3対4で巨人。そして6日4対2でヒロヤクルトっていうところで1勝1敗の5ブっていうね、形で巨人は DNA に2ゲーム差っていうね、ところで1ゲームね、縮めて、まあ今日もね、えー 高橋刑事、そして赤星っていうところでね、試合があるんで、ま、あここ巨人はね、もう負けられない。上にね、どこまで行けるかっていうところがね、ま、あ勝負の中でね、絶対ね、この今 B クラスのヤクルトには勝ち越さなきゃいけないっていうね、えー、ところで、えー、5日の試合ね、 えー、巨人先発山崎より、6回999、8アンド6三振2ン、291ットボール3シ点っていうね。まあ最低限のピッチングね。ね。ヤクルトサイスニード、6回989、6アンド4三振ー無知球2シ点とね、非常にいい形のね、ピッチングしたんだけども、まあヤクルトはね、えー、2回の裏に、ワ、え、ン、ー、アウト1、塁からね、他のタイムリーヒットっていうところで1点先制。ね。で、巨人は4回表にね、えー、梶ジにセンター前ヒット。ここで内山はね、ファンブルエラーするわけよ。 で、これをね、しっかり2塁まで梶谷が行って、で、角脇送りバンド。で、丸がね、えー、タイムリーナイアンダっていうところで同点。これ、自ら痛いよね。で、えー、でも、その後すぐね、4回裏に、えー、なんと、ツーアウトからね、ここがライト前ヒット。そして9番のサイスニードが、レフトスタンドへツーランホームラン、クバティン。サイスニードのホームラン、クバティン。で、逆転。 3対1。しかし5回表にね、6番、吉川がね、センター前ヒット。秋色三振するけども、中山がね、センター前ヒットでワンアウト1、塁。山崎がね、アウトになって、ワンアウト1、塁から、梶谷がね、ライトタイムリーヒットって言ってね。まあ、ここで1点ね、しっかり取っていくっていうね。このまあ1点大きかったね。でも3対2でね、そのまま進んで、まあ、このままね、ヤクルトが逃げ切るかなっていうところで、8回表ね、ピッチャー清水が出てきて、えー、先頭梶谷がね、センター前ヒット。で、角脇のね、ええー、バンド、ね、えー、村上がファーストアクソーキュッパー。 またミス。しかもコート。オスナジャンプすらしなかった。で、ノーアウト一三塁になって、丸をね、レフトへぎせいくらい。ね。で、9回にも、ね、えー、ワンアウトから吉川がセンター前ヒットを入れて、で、ここでね、石山がファーストへ牽制したら、それが悪送球になって、えー、ランナーが三塁に行って、で、えー、重信のね、セカンドゴロ。結構ね、大きく弾んだからね、まあ、ホームは無理になったんだけども、これで勝ち越しの4対0っていうところで、まあ、 ヤクルトはね、3つのエラーで3失点してるだよ。4回はファンブル視点で送りバンドを決めて、内野安打で1点取られて、で、8回はね、ボート悪送球を掘って、村上がね、村上20個エラー、ちょっとそこらへんちゃんと締めていかないとっていうね、で、犠牲フライでいってんで、最後は悪送球でね、内野ゴロっていうところで、タイムリーヒットね、エラーの3つの中でタイムリーヒット1本っていうね、あとは全部犠牲フライ、そして内野ゴロの間に1点取られて、まあ、ミスで死滅っていうところで、ーっと。ね、痛いよね、そういったところではね。 まあそういったところをね、しっかりやらなきゃいけないっていうところもあるし、ね。で、ヤクルトはね、この3回ね、秋色がね、村上のファールフライをね、レフトで落球して、まあその後村上三振、サンタナ三振っていうところで、相手のミスをね、生かしきれない。で、えー、6回にはね、2アウト2塁でね、代打、川端で行ってね、勝負っていうところでサイスリードのところで川端出したんだけども、ファーストが空いてるから敬遠されて、で、丸山をファーストゴロっていうところで、まあこの1塁空いてるところで川端で次も丸山って考えたら、それは、 軽減するよね。だから、ここで丸山口は良かったんだけどね。まあ、その敬遠も頭に入れて川端を出したのかっていうところもあるけどね。これはもったいなかったね。っていうところはね、非常に大きかったかな、というところもあります。で、まあね、エラーをしっかりついて、ねえー、3対4、巨人の逃げ切りがちっていうね。でまあ、巨人もね、リリーフ、えー、菊池隆之船橋様がね、非常にね、グッリリーフしたんじゃないのかなと思います。そしてもう一回の試合ね、4対2で次、ヤクルトがやり返すっていうところで、えー、巨人はね、 あの、グリーンがね、ちょっと発熱っていうところでね、当倍回避して、まあ、ビーディーがね、先発したんだけども、3回54球、2安打234、19、1ジェットボール無失点とね、えー、まあ、ショートリリーフになったけどもね、非常に自分のピッチングはね、えー、できたんじゃ、ないでしょうか。ヤクルト先発、小田はね、6回105球、6安打734、39、1ジェットボール、1失点とね、まあ、ちょっとね、449出したっていうところもあるけどね、非常に粘りのピッチングっていうところで、 8月6日以来、約1ヶ月ぶりのね、えー、勝ち試合。しかもその中ではね、8失点、2失点、3失点とね、結構点を取られている中でね、非常にね、この粘り強さっていう勝ち投手になったのはね、大きかったんじゃないでしょうか。巨人はね、えー、5回に2アウトから角脇ね、センター前、丸がフォアボール、で、岡本がね、レフト前、しっかりで引っ張り込んでレフト前ヒットっていうところで先制するんだけども、まあ、6回ぐらいね、えー、ピッチャーまずいか、バルドダードに代わって、山田三振、そして村上がね、えー、センターバックスクリーンホームランっていうところで、まあ、村上がね、この三回ぐらいにね、 えー、2アウト満塁のチャンスでセカンドゴロになってるっていうところもあったんでね、このやり返したホームラン、同点ホームランっていうのは大きかったし、でその後ね、えー、ホームラン打った後も3ターン内アンダオスのがアウトになるけども、長岡の時に大城パスボールパッと、パスボールパッと、ね、で、えー、長岡がね、センターのタイムリーツーベースで、えー、追加で、 で、続いてね、ここがフォアボール。で、ここでね、えー、代打が青木が出てきて、ピッチャーね、バルノザードから田中に変わったところで、青木がレフトへタイムリーツーベース。で、内山レフトでタイムリーヒットで、一気にね、ビッグイニングの4点大逆転っていうところはね、非常にね、集中力を保ったね、打てのつながり、代打青木の活躍っていうところでもね、非常に良かったかなと。で、巨人はね、すぐ取られたと7回表にね、ノーアウト満塁から岡本が犠牲フライ打って1点返すけども、こう犠牲フライじゃなくて、ね、 パンパンって繋げたらよかったし、その後大城ね、えー、吉川っていうところもね、えー、1点取れずね、ここら辺もね、もうちょっとポンポンって行けばよかったなっていうところもあるけどもね。で、まぁ、あ、あの、このね、吉川のところでね、ピッチャー山本が出てきたけどね、インコースのシュートをしっかり投げたってあのシュートはね、非常にね、グッピッチンだったと思います。まあそのもうね、4対2でね、今日はね、ヤクルトがそのまま逃げ切りがちっていうところはあるけども、ヤクルトね、これ、 4回表のね、ワンアウト一塁から中山がね、セウディーバンド気にバンドをして、それを引いたところでね、えー、一塁ランナー、吉川のね、離、え、塁、ー、が大きいっていうところでね、ここがね、ファーストへピックオフけんアウト、ここがグッもあるけども、やっぱオスナのタッチがうまいね。やっぱりね、あの前のマッチがね、ちょっと出たところタッチしたみたいなところもあるけども、やっぱりね、オスナのタッチがうまい。地面を這うように上げないでね。 しっかりベースのところに持っていくっていうねでそこに手が入ってくるっていうところではねオスナのタッチグッとめっちゃよかったあのオスナのタッチはねみんな見習うべきだねそれぐらいねあのタッチはねいいねその送球する人がね喜ぶタッチだねヤクルトはねしっかり一生いっのカブトまあ今日ね赤星高橋奎ジまあ高橋奎ジねどんなピッチングになるのかねもね球のストレートの走り次第だねというところもあるし赤星もねストレートの力強さでできてね、えー、1軍抹消されてから2軍あで あの池上に帰ってきたからね非常にいいピッチングが続くんでね、まあ、巨人は負けられないしねここね勝ってまあ広島にもう広島はもう2位確定でいいよっていう巨人はねもう d n a 落ちてくるしかないからね広島も応援するしかない巨人ファンは、ね、そういったところではねまあ今日、d n a が負けて巨人が勝てばね1ゲーム差になるっていうところはは、ね、非常に両チームとも大事な一戦になると思います、まあ、結果、現状1勝1敗のゴ分今日勝ち越すかどうか巨人にとっては大きなヤン番になるでしょう。 続いて、中日対阪神。5日の試合、2対8で阪神。そして6日、0対1で阪神。阪神の2連勝今日ね、試合はないですけども。阪神強い負けない何をやっても負けないどんな試合展開でも勝つマジック 13! もう、カウントダウン、入ってます。この、9月に入っても、阪神現状、9月に入っても5連勝。ね。強いしかもこのね、ヤクルト中日っていう、まあ、5位、6位ね、現状ね、 チームが苦しい B クラスのチームにしっかりね、勝つっていうところがね、大きいかなと。で、次の週末のね、広島戦に向けて1日明けてね、もう総動員で行って一気に6縮めればね、もうゲーム、あのー、マジックがね、7になるっていうところがね、非常に大きかったかなと。で、逆に中日はね、もうね、ミス、フォアボール、投手交代、作戦含めて全部裏目に出るっていうね、本当噛み合わせが悪い。ね。 まあその中でね、ね、えー、この日、えー、5日の試合ね、ね、えー、阪神先発2試、ね、西7回91球、8安打1三振無四球2失点、まあ、フォアボールも出さずねしっかり自分の投球、えー、緩急をつけてコースについてね非常に素晴らしいピッチングだったと思いますで中日先発、涌井ね、えー、2回51球3安打2四球3失点っていうところでね、まあ、2回で降板っていうところになったけども涌、まあ、井がね、えー、今年ね4勝12敗っていうところで、まあ、序盤ね いいピッチングしても勝てなかったっていうところでね、まあ、若干の、ね、負け数の多さっていうところはね同情の余地もあるけどもね、まあ、なかなか苦しいんじゃないのかなっていうねだからまあ枠を、ね、投げさせるのが悪いっていうわけじゃないけどももっと若手の投手陣の、ねえー、先発とかね大気に向けてっていうところもねもうそろそろ切り替える時期なんじゃないのかなって個人的には思いまと、ね、阪神ね、ね、えー、初回、えー、森下レフト前ヒットこれまたねうまくいくのよ。 森下をね、まあ、カむとかね、ちょっとデッドボールの影響で出れないからね、森下一番にしようと思っていきなりレフト前ヒット。で、中野がね、タイムリースリーベースで1点先制。で、ノー三塁からね、ミネセスサードころでアウトになるけれども、大山佐藤連続フォアボールっていうね、ここ痛いよね、枠井ね。まあ、甘くなった打たれるっていうところでね、で、ワンアウト満塁からね、ノイジーのね、セカンドゴロ村松光一エラ、パッと。ね で、坂本センター犠牲フライっていうところで一気に3点先制。2回でね、枠、えー、枠井分けを諦めて、まあ2回ね、2アウト1塁でね、枠井のところにチャンスが回ってきたっていうところで、代打ね、加藤翔平を出してセカンドゴロっていうね、ここで1点でも取れてればっていうところはあるけどもね。で、3回の表枠井から上田に変わっていきなり先頭大山にフォアボール。で、佐藤ライト前ヒット。で、ノーアウト1、2塁からノイジーがね、ライ,ライトでタイムリーツーベース。で、えー、ノーアウト2、3塁からね、坂本アウトになるけども、木並がね、犠牲フライを打って、しっかりね、追加点の5対1。ね。 で、3回の裏に、えー、細川の犠牲フライでね、中日は1点取るけども、4回の表にね、まず先頭ね、一番森下がセンター前ヒット。で、中野が送りバンドを決めて、明生とアウトになるけども、また大山フォアボール。で、佐藤タイムリーヒット、ノイジータイムリーヒットっていうところでね、まあ大山フォアボール出しても、こういうふうにね、佐藤ノイジーがね、しっかり繋いでいけばね、ビッグイニングになってくるっていうところで、やっぱりね、阪神のキーマンは、佐藤テルとノイジーやって、俺はずっと言い続けてきてるけど、ね、中日打線、中日投手陣はね、常に大山にフォアボールバ 打たれるのが怖くて、フォアボール出して次に打たれたらね、元も子もないからね、そういったところではね、しっかり勝負していかないとっていうね。で、6回ぐらいね、細川がね、ホームランを打つけども、まあ、時すでに落としっていうところでね、8歳に序盤の失点がね、えー、痛かったかなっていうね、西のいいピッチングがね、続いたかなっていうね。で、6日の試合、えー、1対0で阪神っていうところでね、えー、この試合、よし、ピッチャー左の大笠原になったから、1番小ノ寺ラで行ってね、3番ちょっと見え説機能しなかったから、3番に森下行こうって。 岡田栽培、まあ、敵中、グッね、小野寺がいきなりセンター前ヒット、で中野が送りバンドを決めて、ワンアウトにいるからね森下のレフトへの先制タイムリーヒットっていうところでね1点先制、まあ、この一、ね、点、虎のこの1点を守ってね1対0でね、試合を勝ち切るっていうんだけども、まあ、この試合、ね、阪神先発、ね、才木、えー、6回89球、4安打4三振、2四球、えー、無失点っていうところでね、非常にグッピッチン。ね 8月10日以来ね、約1ヶ月ぶりの登板になったけども、非常にねいい球投げてたし、非常にね、素晴らしいピッチングだったと思います。で中日先発ね、大沢原、7回111球、8&3 3、4、149、1C 点とねま初回のね、失点だけっていうところでねまこれはもうね、攻められない。ね。で中日はね、このもう ミス、何をやってもっていうところで言うとね、えー、初回ね、1点取られた後、先頭大島がライト前ヒット。で、2番岡林にね、送りバンドを決めて、ワンアウト2にするんだけども、細川石川がね、えー、ヒットを打てず、凡、え、退、ー、っていうところで先制できない。で、これね、ちょっと飛ぶんだけどね、8回ね、また先頭大島がヒットで打つ、出るんだけども、よし、序盤バンドしてね、天配になかったから、ここ、ここはね、あの、強行策やっちって。 岡林に打たすとね、4、6、3、ダブルブレイっていうところで、もう何やってもうまくいかない、バントしても点入んないし、よし、打ちに行こうって言ったらダブルブレイっていうところでね、えー、噛み合わせがすごい悪い、何やってもうまくいかない、ね、この試合特にっていうね、で、4回の裏ね、中日はワンアウトから細川、石川がね、連続ヒット、それ初回で打ってくれよっていうね、ところもあるけども、ねでワンアウト一塁になって、カリステがね、ライトフライ、で、ここでね、セカンドランナー、細川がね、えー、タッチアップせずっていうところで、まあ、吸温ね、 ワンアウトの外野フライっていうのはハーフェイノーアウトの外野フライっていうのはタッチアップ。だから、それでもし、フェンスに当たったとして、ホームに帰ってこれなくてもノーアウトだからいいよっていうところもあるんだけども、もう、ライトがもうね、あの、落下点入って補給体制入ってたら、すぐさま帰って、ね、あのー、そこからタッチアップしてもね、遅くないと思うんだよ。もうフェンス間際だったからね。そういったところではね、ちょっと判断力が悪いっていうね、ところで進塁できず、まあ、その後、ビシレードがアウトになったからね、結局で1点入ってないっていうところだけども、そういったね、 ちょっとしたこと、点が取れないんだったら、ちょっとしたことをね、丁寧にちゃんとやっていかないと、いざっていう時にね、得点しっかりできないっていうところはね、そういう走塁っていうところはしっかりね、やっていかなきゃ、えー、いけないっていうね。で、えー、続いて6回ね、えー、先頭岡林がライト前ヒット。で、細川がね、えー、フォアボールになるんだけども、ここでね、あの、細川のね、えー、打席でね、ワイルドピッチになるんだよね。 ワイドピッチになって、えー、岡林が、えー、セカンドからね、三塁回って、三塁でアウトになるんだけども、これ、ノーアウトだからね、ノーアウトで細川、石川、カリステのクリーンナップでしょってなった時に、そこまでね、三塁狙っていかなきゃいけないかっていうね、でもあれね、坂本、めちゃくちゃ良かったよ、あれだと、うん、ほぼステップもしないでね、ちょっと下がりながらこう投げてね、めちゃくちゃコントロールよく、サードのね、タッチプレーっていうところで投げたから、坂本、グップレー。 良かったけどもあれもセカンドストップで良くないかな1点差でしょあれね勝ってたら俺言っててもいいと思う1対0ででも勝ってたら行ってみてアウトになってまあまあまあで済むけど負けてるからまず同点にしなきゃいけないっていうことを考えてしかもクリーンナップ中って考えるとあそこはやっぱり止まるべきかなっていうね、えー、ところもあるしね 8回ね先ほど言ったように強行策に出てダブルプレーっていうところでね、ちょっとやることなすことね、まあうまくいかなかったなっていうところもあるし、阪神はね、佐伯の後石、島本ね、ね桐敷、岩崎とね、えー、しっかりね、高、えー、リリーフで無失点に抑えてね、この2連勝、で今年ね、9月入って5連勝っていうところはね、非常に素晴らしい、強い、うっけん。広島がどんだけ勝っても、マジックがね、どんどん減っていくっていうところでは、このままもう優勝に向けてね、まっしぐら。まあ よっぽどのことあってももう優勝しそうな雰囲気です。ね、ということで今日はね試合い,ないっていうところでこうね一日明けて週末のね広島戦一気にねマジックを減らす可能性もあるんでね、まあ、これ一気に来週再来週ぐらいにね決まりそうですねっていうような予感がします。ということでね阪神のシ連勝でした。 さあ、ということでね、木曜日の総チェック終わりましたけどもね、まあ、あの、今日の試合ね、アクルト巨人、広島 DNA、そしてソフトバンクロッテっていうところで、まあ、どちらもね、あの、クライマックスシリーズ争いっていうところではね、2位3位争いっていうところで非常に大事な試合になってくるんで、この試合もね、しっかり総チェック明日出しますんでね、ぜひご覧ください。さあ、シーズンもね、終盤ですけども、皆さんね、サ々ザキ総チェック最後までね、皆さんも、サ々ザキも頑張ってきますんで、皆さんも見てね、最後までプロ野球楽しんでいきましょう。それでは。